はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。今回は、高難度クエスト、スライム冒険団の高難度クエストやっていきたいと思います。鉄球魔人と大魔人が相手になります。はい、ということで、やっていきましょう。全員レベル55のですね、パーティーになります。忍者大神官、大魔導士、ゴッドハンド、回復薬が、1枚になります。回復薬1枚だとかなり厳しいとは思いますが、とりあえずやっていきたいと思います。ゴッドハンドはですね、まず最初、勇者姫の盾を、はい、入れていきましょう。これでね、守りの盾プラス、守備力、1段階アップもあります。大魔導士は、ちょっと最初、ヘナトスを大魔人に入れていきます。まあ、ちょっと、ミスしましたか。はい。ちょっと残念ですね。ということで、はい、大神官は、ゴッドハンドの攻撃力を上げていきます。大魔人の攻撃力ダウンをね、どれだけ維持できるかが、ポイントになってくるかなと思います。これがね、結構痛いんですよね。はい。はい、このバギブレスでですね、攻撃力ダウンが入る、入りましたね。はい。ということで、ゴッドハンドはですね、ここは、ヒア炒めをしていきます。はい、大魔導士はですね、最初にというか、まあ2ターン目なんですけれど、魔力覚醒をしていきましょう。はい、大神官はですね、回復していきましょう。チアフルヒール。大神官がね、落とされましたね。はい、大魔導士はですね、ちょっともったいないので、怒りプラス、ゴッドレイジもね、ゴッドチェインも入りましたので、ここはもう手動で攻撃していきます。会心は、会心の地域入りましたね。はい、大魔導士は、ここは若葉で生き返らせていきます。いきなりピンチですね。はい、なんとかね、生き残りましたね、ということで、まあ、行きましょう。バギブレスト。攻撃力ダウン狙っていきます。はい、ゴッドハンドは怒ったので、攻撃をしていきます。はい、大魔導士は、魔境の栄章を入れていきます。フォースブレイクがね、両方入りましたね。かなりやばいですね。はい、大魔人は攻撃力ダウンは1段階だけですね。はい、引き続き狙っていきます。攻撃力ダウン狙っていきます。
はい、ゴッドハンドね、ゴッドチェーン入りました。ゴッドレイジもね、入りました。あ、そうだ、大魔神をね、狙うんですよね。ちょっと間違えました。はい、大魔導士は、まあ、普通に攻撃していきましょうか。暴走も入りましたね。連続呪文で暴走。はい、ヤンビクモンのサメに入りました。うん、フォースブレイクがね、2段階入りましたね。はい、結構ピンチですね。だいぶ削りましたけれど、こっちもピンチです。うん、ラッキーターンかな、これ。はい、大魔神のね、文字が赤くなりました。はい、とりあえず、大魔神を叩いていきます。はい、直撃が入ってね、大魔神落とせました。これでだいぶ楽になるんじゃないかなと思います。私の番だね。はい、ということでちょっとここはですね、まあまあ普通に攻撃していきましょうか。ジバマータか、今回は。うん、結構すごいダメージですね。うん。大魔導士と、大神官がね、落とされてしまいました。結構ピンチです。はい。ということで、しかもですね、ゴッドハンドがちょっと動けないという状態です。はい。で、大魔導士を、ここで、大進化をね、控えらせます。はい。ちょっとここは、ピンチなので、ちょっとわ、雫を、はい、使っていきましょう。もう仕方ないですね、ここは。うん、ゴッドハンドがね、ちょっと動けないので、ゴッドガードがね、作動しないんじゃないかなと思います。うん。はい。ということで、まあ、普通に攻撃していきましょうか。大魔導士は、どうしようかな。うん、とりあえず、まあ、あえてここはジバルンバをしていきます。はい、ゴッドハンドは緊急メンテナンスを入れていきましょう。はい、大進化のチアフルヒールで回復します。まあ大魔神落としたのでだいぶ楽にはなりましたね。
はい、ホットハンドは、気合炒めをしていきます。あ、すぐにすればよかったな。まあまあいいや、とりあえず行きましょう。はい、大魔導士は、ちょっと勇者姫の盾で、守りの盾効果と守備力アップをしていきます。もうちょっとね、時間かかりそうなので。はい、忍者はですね、はい、魔性の吐息していきます。ちょっと攻撃力ダウンがね、入ればいいんですけど、入らなければもう仕方ないですね。はい、直撃が入りました。2万ダメージ。はい、ここは魔境の栄翔をしていきます。はい、鉄球魔人のね、文字の色がね、赤くなりましたね。はい、お、なんとかね、倒すことができました。まあ結構ピンチにはなりましたし、雫もね、使いましたけれど、はい、なんとか無事攻略することができました。ちょっと回復1枚はね、やっぱり厳しいですね。はい。まあ、とりあえずね、クリアできたんで、もう良しとします。まあ、とりあえずね、大魔人の攻撃力ダウンを、まあ、どれだけ維持できるかがポイントかと思います。はい。というわけで、魔人バスターズの、はい、称号もいただきました。100万ゴールドもね、はい、いただきましたと。ということで、まあ、とりあえず、こんな感じです。はい。ということで、ちょっとパーティー紹介などを、していきたいと思います。忍者、大神官、大魔導士、ゴッドハンド。まあ、忍者のね、ステータスがこんな感じですね。攻撃力1025、で、ですね。はい。で、大神官が回復魔力が1149。大魔導士が攻撃魔力1223。そして、ゴッドハンドが攻撃力が1198です。装備がですね。はい。忍者が絶尾なる妖弁。まあ、あと、ね、バギ属性の攻撃力。まあ、ブレスダメージがね、アップするような装備をしております。大神官がプニプニ肉球ロッド。まあ、回復力アップのね、装備をしております。まあ、あとね、今回、鉄球魔人が怪人系で、大魔人がね、物質系ということで、まあ、それらの、ね、耐性をね、漏れるといいかなと思います。ちょっと大神官はね、耐性漏れてなかったですね。はい、大魔導士がですね、オーロラの杖ですね。はい。あとは、高層神のティアラは確かね、悪魔系耐性じゃなくて、あ、そうか、これも耐性漏れてなかったんですね。はい。耐性漏れてなかったですね。はい。で、大、ゴッドハンドがですね、はい、スラリンギアになります。これ、ルビスの頭はですね、物質系と、怪人系のね、耐性両方あります。はい。まあ、ちょっとね、耐性の盛り方とか、いろいろと課題はありましたね。はい。忍者のね、頭は物質系耐性と、まあ、物質系耐性はね、とりあえずあったということですね。まあまあいいや、とりあえず。はい。じゃあ、心見ていきましょう。忍者はですね、ゲモン、ギガントドラゴン、キャプテンクロー、ジュリアンテ。で、まあ、ゲモンはですね、状態異常成功率あります。キャプテンクローも状態異常成功率あります。ジュリアンテはバギブレスのね、バギ属性ダメージありますね。ギガントドラゴンがブレスダメージアップ。で、東北と関東の S 神樹ですね。東北の神樹がですね、この特殊効果ですね。関東の、神樹 S 装備時にバギ属性ダメージプラス 20% がありますので、まあこれでね、関東と東北を一緒に合わせております。はい。で、大神官がボボンガー、シドウ、ユニコーン、スーパーテンツク。で、カグラスズの S 神樹と癒しの S 神樹、守備力減耐性をつけております。はい、大魔導士がですね、大魔人、竜王、エビルプリースト、ネルゲルという構成で、ジバリアの S 神樹ですね、魔力の暴走率アップ、そして、怪人耐性の、ね、S 神樹、あります。ジバリア呪文ダメージアップがあります。
はい。ゴッドハンドがですね、欲望の魔人、月夜の章、ブレア、キラーマシンという構成ですね。はい。欲望の魔人は、はい。まあ、気合ためをつけるためのが主な目的になります。はい。まあでもね、斬撃大義体制プラス 10% とかね、まああります。はい。で、あとはですね、ギラの S 神獣ですね。ガード率プラス 3%。あとはジバリアの S 神獣、ジバリア体制の S 神獣ですね。怪人系体制もあります。はい。ということで、まあ、心道がね、忍者はこんな感じに左に寄せておりますが、ちょっとね、影縛りがね、入らなかったので、まあ、これはもう右寄せでもいいかもしれないですね。で、大神官が、まあ、左寄せ、一部右ですね。アンコールのところだけ、右だけにしておりますけれど。はい。まあ、ちょっとアンコール使わなかったですけど、とりあえずこんな感じです。大魔導士が、フォースブレイクよりかな、右寄せにしております。で、ゴッドハンドはですね、まあ左と右両方あります。とりあえずですね、まあこんな感じになります。まあなんとかクリアをすることができました。だいぶ危うかったですけれど、まあどっかがね、参考になれば、まあ参考にする人はあんまりいないかもしれませんが、とりあえず、攻略をすることができましたので、とりあえず、はい、今回の動画終わりたいと思います。はい、そんな感じで今回は終わりたいと思います。ではまた、おつ！